今回の今をよく知るテレビ今よくファミリーはですね、栃木県小山市のきらぼし農園さんにとうとうやってくることができました。キラキラやないかい。山のね、麓あたりでやってるのかなというふうに思ってたんですけども、結構住宅地の中で、驚いております。あんまり大きい声を出しちゃダメなんじゃないかっていうことを、声を出した後に、気がつきました。きらぼし農園さんはですね、もういつも美味しい野菜を送っていただいていて、俺の体はきらぼしさんの野菜でできていると言っても過言ではないぐらいお世話になっております。家族ともども、しのさんね、代表のしのさんにはもう本当に頭が上がらないなっていう感じで感謝しております。そのきらぼし農園さん、ケールがね有名なんですけれども、ケールの、ビニールハウスですかがあそこにあって、今はねちょうど収穫の時期だということなので見学に行ってみましょう。しのさんもあそこで待っててくれています。行ってみよう。しのさん、いつもお世話になっております。ようこそ。いいですか、ここ入って。はい、どうぞ。これもケールですか。これはブロッコリーです。あ、これはブロッコリー。ブロッコリーです。これがケール。これがケールです。なるほどなるほど、はい、綺麗ですね、色が。ありがとうございます。いつも本当ありがとうございます。ありがとうございます。もう今もイントロで言ったんですけど、俺の体はきらぼし農園の野菜でできているということを今話しました。ありがとうございます。ちょっと収穫時期的にはあれなんですよね、少ない。そうですね、だんだん寒くなってくるんで、うんうん、野菜の方は少なくなってくるんで、うんうんうん、だからこういうふうにビニールハウスで。あ、ない時もあるんですか。ない時もあります。へ、はい、普段は外なんですよ。あ、そうなんですか。年中こうじゃないんですね。年中はこうじゃないです、はい、じゃあこれは毎年建てるんですか。これはこのままです。あ、夏場は使わないとか。なるほどなるほど、はい、無農薬無肥料ということで、はい、何種類ぐらいの野菜を普段やられるんですか。1年間でだいたい40種類ぐらい。あ、そんなに野菜やってます。すごいっすね。で、今が一番数的には少ない。あることはあるんですけど、うんうん、出せる、量が少なくなってくるっていう。ああ、そういうことか、はい、収穫量がちょっと減る、はい、そうですね。ははは、なるほどですね。今はちなみにケールと、あとはケールと、冬野菜の代表的な、キャベツとか、さっき言ってたブロッコリーとか、そういったものがありますし、なるほど。あとは大根とか。大根とか、はい、ね、鍋に美味しいやついいですね。キャベツはでも鍋入れないですね、そう思うとね。でも入れる地域もあるんですよ。ああ、そうなんですか。美味しいです。長いじゃないですか。やっぱビニールハウスはね、暑いですね。めちゃめちゃ暑いですよね。ねえ、僕もう汗かいてきちゃいました。ねえ、さっきそれは歌歌ってたからじゃないですか。そうかもあの音声がね入ってますよっていうことをね、コバに注意されてたんですけど、俺には聞こえないんですけど、何を喋ってたのかなと思って何を自分で歌ってたのか覚えてないですけど面白いですね。いつもね、あの収録にも千野さんよく遊びに来てくれて、はい、っていうのは、僕らのね、そのプロデューサーでもあるナンバー8こと八田井くんのリンクで、こう始まっているわけなんですが、はい、そのね、以前に放送した高島博士の技術だったりとか、はい、バクチャーだったりとか、はい、っていうような、技術を篠野さんは農業に取り入れてやられてるわけなんです。もう結構前からですか。もう今10年目になる。あ、もうそんなに、はい、すごい。ちょうど震災後に農業始めた感じです。はあ、でその時にはもうバクチャーも。いや、その時じゃなくて、もう本当ここだから、元八田井くんとかに紹介してもらって、はい、農業を始めたのが震災後ってことですね。そうです。もう地元ですか。地元です。ここが生まれも育ちも。はあはあ、ここも結構被害ありました。はほぼないですね。ほぼないです。でここのその土地を有効活用というか、なんであれなんですか、はい、無農薬無肥料で最初からやっ最初から無農薬無肥料で、あ、無肥料っていうのはやってなかったんですけど、初めはちょっと有機質の肥料を入れてたりもしてたんですけど、ここ 4,5 年はもう本当に肥料は入れてる。なるほど、はい、
あの肥料もあれなんですよね。例えば有機のだって言ってもその有機のものが何を食べてたかとかね、そういう話になってくるっていうのをこの間聞いてなるほどなと思ったんですけど、だからあえてもうそういうものも使わず、あの土を作ると土が野菜を育ててくれるっていうような言い方ってあるじゃないですか、はいはいはい、それはもう本当にそうなんですか。まさにある農家さんだともう土の味が野菜の味になるっていうぐらい言ってる人もいるんです。なるほど。その土地土地の土があるから、うん、それぞれに合った作物もあるし。そうですね、うん、なるほどですね。だそれこそ本当にね、微生物とかの力を借りてうちの場合使っ、うん、やってるんで、うん、だからこそ肥料も与えずにやったり、うんうん、まあ、元気で、ね、生命力のある野菜を提供できてるっていう。そうですよね。本当に美味しいんですよ、きらぼしさんの野菜は。でもそれは無農薬無肥料、土が育てた野菜ということで、その土を育てていると言っても過言ではないという。そういうことです。でもやっぱり微生物なんですね。はい、発酵微生物、うん、あそこにあったあの小山というか、はい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 、あれは何ですか。あれもみ殻ですね。あ、もみ殻、米の、はい、もみ殻っていう、ははははそれを堆積させて中であのずっと置いとくことで発酵させて、またそれを土に戻すっていう。あ、土にも土を作るための、はい、そうですね。これはやっぱ発酵と微生物っていうのはキーワードなんですよ。はい、ちょっとそのじゃあもみ殻を見に行ってみましょう。相当熱い。熱いっす、はい、汗かいてきちゃった。汗かいてきちゃったこれももう上脱ぐに脱げないっていうもみ殻を見に行ってみましょう。行きましょう。でも本当こう若い力で仲間がねたくさん集まってやってるっていう感じが、また土の方も野菜の方もなんかこう分かって元気になってる感じがしますね。そうですね。だからうちの場合は比較的いろんな人が入ってきてもらって、うんうん、それで皆さんの常在菌がこう土の中に入ってそこが発酵してっていうのなんで、はあはあはあ、多分だからこそなんか僕一人でやってるんじゃないですよね。うん、あの寺田本家さんあるじゃないですか、はいはいはい、あの結びの、はい、あそこの人も全く同じこと言ってましたね。あ、本当ですか。はい、当主のあのマサルさんが、はい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 、やっぱりみんなの菌を もらってもうみんないてみんないいみたいな考え方で、うんうん、そうですね。これがもみ殻です。これがもみ殻なんですけど、まあ、僕らとしては本当に土に戻すっていうイメージでただやってたんですけど、うん、ついこの間イベントで、参加者の人たちは結構お子さん連れてきてくれたんですけど、うんうんうん、もうお子さんがもうこれ大好きで、うん、この中に潜って埋まってる子とかも結構いたり、またいい菌がもらえた。そうなんですよ。これ中結構な温度になってるんじゃないですか。結構そうですね。もう本当の真ん中の方は50度とか60度まではいかないかな、うん、50度ぐらいまではいってると思います。発酵力ってすごいっすよね。すごいですね。しかもさっきもあの八田君言ってたけどあれですよね、バクチャーとかそのエナジー水、はいはい、高島博士のエナジー水とかやって微生物がなんていうんですか複合発酵、はい、をしだした日にはもっと、ね、温度が上がっちゃうんじゃないかと。もっと上がってくるんで、はい、すごいっすね。僕もあの来年ですか、徳さんの縁で、はいはい、あのボラーレの、はい、淡路島に、まあ、ちっちゃいんですけどその畑をお借りできそうな感じになって、はい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 、でその時にはもう絶対バクチャーと高島博士の技術で複合発酵でもう土をから作るっていうのをもうすごい考えていて、うんうんうん、最高ですね、うん。でも今芸能人も山田孝之君だったり、はいはい、柴咲コウちゃんだったり、うん、あの松山ケンイチ君だったり、うん、もうみんなこう農業してて、でこの間初めて小田切丈君と一緒に仕事をしたんですけど、はいはいはい、彼も今一番やりたいのは農業だって言ってて、なんかこうそういう芸能人も含め、はいはい、みんなが農業っていうものにこう、うん、吸い寄せられるようになってるっていう動きっていうのは、うんうんうん、篠さん的にはどう思います？僕的にはもうすごく嬉しいことですし、うん、やっぱりどうしても農業ってイメージ的に大変だとか辛いとかってイメージがすごくつきまとってくるんですけど、うん、僕とかもう純粋にそんなこと
一度も思ったことないですし、まあ、それこそ本当自然に触れていることで落ち着きますし、うん、楽しいですしっていうのを、そうですよね、要は農業のイメージを僕はずっと変えたいと思ってたんで、うんうん、だからやっぱりそういう発信力のある人たちがどん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 入ってきて、どん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 いいところをアピールしてもらうっていうのはすごく僕としてもありがたい、うん、なるほどなるほど。でも篠田さん本当自由に、あれあここにも篠田さんいるとかそうなんですよね、あれ今日も来てて大丈夫かなと思う時あるんですけど、まああれですよね、はいはい、やっぱこう仲間がいっぱいいて、 そうですね、はい、それに支えられてるってことももちろんあるんでしょうけど、はい、なんていうか、なんだろうな、農業イコールその土地になんていうかこう縛られて、うんうん、そのなんていうんですかね、額に汗して苦しくて辛くてっていう、うん、ことをなんていうかこうみじも感じさせないというか、そうなんだったらなんかこうメイト乗ってこうスタイリッシュに原宿にいてみたりとかっていうのが今篠さんが言ってたようなことを体現されてんなっていうのはね、やっぱすごい思います。かっこいいです。ありがとうございます。ありがとうございます。もみ殻って何ですか？もみ殻はお米の、皆さんが食べてるお米の、周りにある殻ですね、うんうん、つまり玄米ではついてるやつ。玄米にはついてるんです。このもみ殻を取った状態が玄米なんです、うんうん、ああそうなんですね。じゃあこれはさすがに取るんですね、はい、だこの、この中に結局玄米が入ってて、それを殻を取ってるだけなんです。ああなるほど、はい、なるほど。そうか。で玄米剥くとは白米に。そうです。玄米を磨いて、うん、その表面のやつを削ると白米になるって。なるほどですね。だから一番外ですね。一番外側。そうです。これがもう勝手に発酵する。これが、水が、まあ、これだと雨降るじゃないですか、うんうんうん、雨が降って水を吸収することによって、もともとこの中にいる乳酸菌が反応して、うん、それで発酵を始める感じです。あ、軽いし、これも当たり前のように農家あるんですけど、なんか普通の、まあ、一般の人とか、まあ、奥突っ込んでもらえばだん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 暖かくなってくるんですけど、これがね結構気持ちよかった。気持ちよさそう。いいですか？どうぞどうぞ。どこまでも行けると。すごい入ってくっすね。こんなに上に面積があんのに、面積とか体積があんのに、あったかい、なんかあったかい感じがする。あ、なんかすっげえ気持ちいいめちゃ気持ちいいっすね。なんだかなんか落ち着きますよ ね、 ね、不思議とね。こんなベッドで寝てみたいって思いますね。すごい不思議です。あ、奥の方はやっぱもうこう固まってきてるんですね。そうですね、水分って。そう、はいはいはい。これまたね違いますね、この感じ。その中に菌がいたりするんですよ。はい、ハロー菌俺はでも本当菌とか微生物とかそういうもののイメージがこの1年でものすごい変わって、うん、なんていうか、あ、本当に昔で言うその精霊とか、はいはいはい、なんかそういう類のものなのかなとすら思ってます。わ、うんうん、かります、その気持ち。なんか目に見えないけど我々のすごいサポートしてくれたり、うんうん、食べ物だったり、まあ至るところにいて、なんていうか影響を与えてくれるっていうのが、うん、すごいね、魔法のような、目に見えないからという存在っていうふうに思うと、なんかねこう発酵技術とかそういう菌とかが愛おしいなっていうふうに思うようになってきました。わ、うん、かります。なんかね見えないですけど、なんか意識すると、うん、なんとなく存在を感じれるというか。そうですね、うん、なんかそれが温かみというかね、なんか落ち着くというか ね、 ね、はい、だってさ、ここなんか落ち着かないすごいね、ちょっと入ってるもんね。なんかよくあるじゃないですか、そういうなんていうの、あ、ここめっちゃいいわみたいな場所の波動が、うんうん、まあ、たったこれだけでもすごい量ありますけど、うん、のこれがあるだけですごい、いや、癒しのね、癒しの地になってるっていうか、うんうん、不思議なパワーがありますね。ありますよね。これ何に使うんですか、畑で。これを発酵させて3年ぐらいこのまま寝かすんですよ、うん、
そうするとこれ色がもう本当にこういう茶色くなってくるんで、うんうん、そしたら、畑に戻してあげる、うん、で土を作る材料にする。そうです。だこれが基本的にはあの微生物とかそういう虫とかの住処になってくるんですよ、うん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 、この硬いあれが。それがだん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  2,3 年経つと崩れてくるん でそうするとこれを分解する力が出てくるっていう感じ。これ定期的に乗せるんですか上に。いやこれ1年に1回だけここにやって、へー、でまた来年になったら別のところにやって、へー、これをこうやって移動すると、うん、またこの中と外が入れ替わるんで発酵がまた進む、空気が入ることによって、はいはい、うん、見たね、ブアイソウでね、あれやらせてもらいました ね、 これね。そうです、それと多分全く同じことです。うん、なんかやっぱさキーワードがさ発酵とかさ微生物とかさ毎回違う 業種のとこ行ってもキーワードは同じなんだよね。同じです、うん、だからこれから未来にまとめになっちゃってじゃまだまとめてるわけじゃないんですけど、okay. その何ですか、今後の我々の時代、うん、次の未来の作っていくときにやっぱり一番重要なキーワードだなと思うんですよ、うん、微生物、発酵、菌、うん、これはどう思われますか。まあ、もう確実に僕らはその恩恵を受けて野菜を育ててるっていうのがあるので、うんうん、まあ、それこそもう食を本当支えるのがやっぱり農家の役目というか、ね、うん、そういうのもあるんで、やっぱり第一次産業と呼ばれるね、うん、なんでやっぱり微生物発酵というのはやっぱりもう切っても切り離せない。うん、高島博士の恩恵に預かる。あ、これこれですね、はい、なんか見たことあると思ったら、うん、はあはあ、これとこれで A 層 B 層みたいな。 A 層 B 層ですね。こっちがまあ基本的に液肥って言われてるやつなんですけど、うん、まあ、この中でも、微生物がすごい不合発酵した状態のものを、うん、さっきもちょっと出てたエナジー水とかとはまた別で、うん、あの土作りっていうか土を良くするためにこれを使う感じです、うんうん、はあはあ、で、こっちがさっきずっと出てるエナジー水って言って、うん、これは野菜に直接かけたりとか、はいはい、あこっちはかけないんですね。こっちはあのかけちゃうと強すぎるんで枯れちゃうみたいな。なるほど、エネルギーが強すぎるらしいです、はあはあはあ、はい、このエナジー水は僕らはおなじみですね。おなじみのやつだと思います。もう毎日のように飲んでますけどこれ自体は最初は何でできてるというか。これもともとつい先日、うん、うち井戸で井戸138メートル掘ったんですよ、はあ、その地下水をこの中に入れて、でその博士が調合した、うん、資材を中に入れたり、うん、いろんなものを入れて発酵させている段階、まだ本当発酵を始めた段階です。始めたところ、はい、なんか最初は結構メンテナンスがいるとかっていうね話を。そうですね、はい、はい、これってこれもう天井開けた状態で。あ、問題ないみたいな。もうずっと、はい、なんか今まで見たのは全部蓋があったりとかそこに入れなかったりとか、はいはいはい、っていうところが多かったんで、こんなにオープンにできるもんなんだ。確かにオープンすぎます、ね、いやいやいや素敵ですけど日野さん的にはじゃあこれで土こっちで、植物でやる。そうですね、はいはいはい、だもう楽しみでしかない、ねえ、ねえ、超パワーアップしちゃいますね。さらにいい野菜が多分届けられる。いや間違いなくできますよ、はい、俺が言うのもなんですけど確信してますそれ。はい、絶対大丈夫です。楽しみですね、はい、それはいつから使い出すみたいなイメージなんですか。大体3週間ぐらいかかるみたいなんで、3週間後ぐらいから。あ、じゃあもうでも年内には、はい、使い始める。これだから第1回っていう感じでこの来てで、ま、近いんで関東なんでこれを使った後のその畑とあと篠さんを取りに来てっていうのもいいかもね。